清里町駅は、北海道斜里郡清里町水元町にある、北海道旅客鉄道専門本線の駅である。駅番号は B69。電報略号は岐九1977年の清里町駅と、周囲約500メートル範囲。上が、網走方面。若干ずれた形の相対式ホーム2面2線と、駅裏側に副本線。 北側のストックヤード前に引き込み線、駅舎横釧路側の貨物ホームへ引き込み線、そこから釧路側へ留置線が伸びる。駅舎はコンクリート製に改築されており、古線橋を有している。かつては駅標の北側に見える空き地がストックヤードとして使用されていたが、駅裏側に集約されているのか、すでに使用されなくなっているようである。この後、 貨物荷物取扱い廃止後に副本線など、貨物線はすべて撤去されたが、網走側から、相対側ホームの網走側端へ、新たに、保線車両用の引っ込み線が設けられた。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成旧駅名、現駅名ともに所在自治体名より、小海線の清里駅や本別町清里と、 区別するため、駅名としては珍しく、町がついている。相対式ホーム2面2線を持つ、地上駅で2番乗り場とは、湖泉郷で連絡する。かつては副本線及び貨物ホームを有していた。知床斜利駅管理の無人駅である。1日の平均乗降人員は、以下の通りである。駅前風景清里町の中心駅。駅前は閑散としているが、 北海道道1115号沿いを中心に施設が揃い、観光案内所も駅前通りである、北海道道857号、北海道道946号と北海道道1115号の交差点付近に位置する。駅横には日本通運清里営業所があり、鉄道コンテナが積まれるなど貨物取扱駅の面影が残っている。道路標識などでは、 清里駅と町が省略されているものが多い。ありがとうございます。